夏が終わっちゃう。寂しい。ピエロさん、この夏はどうだったですか？コロナしね。満喫できましたか？コロナしね。ピーちゃんはいろいろやりきりました。コロナしね。なんといってもツイッターで投稿してたエレキめちゃめちゃにサボったりしたんですが、楽しかったです。コロナしね。それではね、ピーマン様がツイッターのサブアカでつぶやいてたこの意味わからんエレキをみんなと見ていきたいと思うんだ。それではレッツゴー。それでは見ていきます。日記1月2日、今日はやることやりきったから茶碗蒸し食った、インナー以外うまい。これはですね、やることやりきったっていうのはピーマルブック、ピーマルダイアリーの漫画を全部書き切って締め切りまでに終わらせたっていう、そういうことです。茶碗蒸しはその宴として茶碗蒸しを食べました。成城石井の茶碗蒸し最高にうまい。続きまして、ピーちゃんが冬眠するまであと28日、日記8月3日、ゴジバのチョコレート1日1個ずつ食べるって決めてたのに今日3個食った。味の味だけどうめかった。うわーってしますね。ちょっとゴジバのチョコレート自分のご褒美に買ったんですよ。いやもういっぱいいろんな味がしたな。こういうやつが一番食べちゃいけないんだなと思った。いっぱいいろんな味がするって思った。食レポやば。ピーちゃんがとびっくりした。申し訳ございません。ピーちゃんが冬眠するまであと27日、夏休みの日記8月4日、田中みな実だと思いながらパックをした。俺は田中みな実。ピーちゃんね、パックを毎日してるので実質本当に田中みな実なんだ。ごめんな、みんな言うのを忘れてた。ピーちゃんが冬眠するまであと26日、8月5日、冷蔵庫の R1 が全部死んだから泣いた。R1 はね、決めました。もう1本ずつ毎日買いに行くことに決めました。箱買いはしない、絶対にな。何個ねおダブルさせたかね、わからないよ。 R1 がかわいそうだよ。僕たち飲まれるために生まれてきたのにな。はにゃーってなってるよ絶対。ピーちゃんが冬眠するまであと25日、サブみたいなコーヒー作ると思って買ってた牛乳が死んでた。おーおー泣いた。いやもうね、ほんと乳製品は絶対買わないと決めましたね。今日使いたい、今日、今だ、今だ、今だ。時に絶対大きい牛乳じゃなくてちっちゃい牛乳を買おうと思います。ピーちゃんが冬眠するまであと24日、夏休みの日記8月7日。なんかピーマン様引退疑惑出ててこんな顔してるでちゅ。へけ、俺はずっとお前のそばにいるよ。いやなんかこのピーちゃんが冬眠するまであと〇〇って言ったらなんかエゴサしたら、ピーちゃん引退、え、8月終わったらどうなってしまうんやっていうツイートが多発してしまって、僕は思いました。本当に申し訳ございません。僕は引退なんか絶対するもんか。ピーちゃんが冬眠するまであと23日、夏休みの日記8月8日、今日は友達と茶碗蒸し食った。みんないらねって言ってたのに全部食ったくさ。これは茶碗蒸し、友達が遊びに来てなんかあるかって言われて茶碗蒸しあるよって言って温めて出したら、いや食われーよって言ってたくせに全部ローって食べて、そうだってよマジで。ピーちゃんが冬眠するまであと22日、夏わけなかろう。どしたんや。8月9日のピーマル、お前どしたんや。何があってん。お前絵日記書く気あるんだ。ピーちゃんが冬眠するまであと21日、夏休みの絵日記8月10日、今日は久々にココア飲んだ。うますぎー、悪魔的だ。助けてくれー。何なんだよ。びっくり。リプライがよかったねとか、ココア美味しいよね、ココアいいね、ママじゃん。ピーちゃんが冬眠するまであと20日、夏休み美味しいステーキ食べた。牛さんどうもありがとう。食材にね、ありがとうっていうことはね、本当に大切だと思うよ。いい子だね。ピーちゃんが冬眠するまであと19日、夏休みの日記1月12日、なんか携帯でできる UFO キャッチャーにハマっていっぱい撮ったぞー。金が死ぬ。これはね、本当にね、僕はね、パチンカスならない UFO キャッチャーカス、もう本当に助けて。ぬいぐるみ飾れないからキッチンにまで飾ってるんだけど。え、この人キッチンにぬいぐるみ飾ってる、料理しないのかな、やばって思われてる。友達にそうやって思われてる。どうしよう。いや、これはただあのぬいぐるみが多くなってここに飾っているだけでありまして、あのって言わなきゃいけない。時間が冬眠するまであと17日、夏休みの日記1月14日、キムキブローカー動画アップして、みんな楽しんでくれたかな。
完全に浮かれてますね。8月14日のときめきブローカーを投稿したんだ。みんな聞いてくれたかな。聞いてくれた人ははーいって言ってごらん今。全然聞こえない。ピアが飛びするまであと16日。8月15日。え、もう8月半分やにょ。あちゅい、クーラーつけっぱで寝たら喉が死ぬよね。うわあ、どうしたこのギャラは。うわあ、注意度が。え、かわいいじゃん僕。グルメレポーターの真似した。ジュルルルル。うわあ、なわけないだろう。そんなことする人おるわけないやろって思ったけど、よくする。ごめん。ピザが飛びするまであと13日。ここから何かがおかしいのです。8月16日で書いてる。8月19日なのに。あれれ、ご飯最初の顔作りでそれからやってない。顎をもっとこう尖らせろ。日が暮れるで。いや、モンハンで顔だけ作ってやってないね。なんかモンスター狩るとかわいそうじゃん。モンスターピザが冬眠するまであと12日。夏休みなんやね。1月21日、雪風呂200万再生。すごい、みんなサンキュー、ハリセンボン。200万再生いったんだって。おめでとう、ありがとう。ピザが冬眠するまであと11日。夏休みなんやね。8月22日、アーモンドチョコアイス激うまで5分死んだ。今日飽きすぎた。へえ、5分死んだんだと。すごいじゃん。普通生きててそんなないで。ピザが冬眠するまであと7日。夏休みなんやね。8月24日、また可愛い子猫ちゅーからファンレターもらって食べた。美味しかった。うめえ。大丈夫か。でも本当にありがとう。ラブラブ超えてバブバブ超えてムンムン超えてジュン。ピザが冬眠するまであと5日。夏休みなんでっけ。1月26日、アベマ TV ピちゃん出た。俺やん、うれしい。アベマ TV に出させていただき本当にありがとうございました。いや、めちゃめちゃ可愛かったです。俺がピザが冬眠するまであと0日。夏休み最後の日記、8月31日。日記バカサボったりしてごめん。わらわら、ピちゃん冬眠なのか。素敵な夏をありがとう。ということで皆さんありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。よかったらツイッター、モンカ、サブオンカフォローしてください。よろしくお願いします。